ございます。ありがとうございます。今回ですけども、はい、ちょっととある場所に来てるんですよ、はい、で、ちょっと場所は言えないんですけど、はい、モッチー先生っていうワンピースの考察者の方に会いに来てます。すごいことですよ。僕たちはもうモッチー先生のことめっちゃ知ってるんで、はいはい、どれだけすごいことか分かるんですけど、簡単に説明すると、はい、ワンピースっていう一番人気の漫画ですね、日本で、はい、の漫画の考察界でも群を抜いて人気の方がいるんですよ。その方はモッチー先生って言うんですけど、素性が全く分からない。いや、本当に謎なんですよね、うん、本当に謎なんですけど、めちゃくちゃ面白い考察動画を上げるんですよ。 YouTuber の間でもすごい話題になって、ラファさんとか、まあ、それこそ相馬さんとか、うん、他にもなんかいろんな YouTuber の方が名前上げて見てるっていうぐらい、ワンピース好きならほぼほぼとか見るんじゃないかってぐらい面白いところ上げてるんですよ、うん、その方の住んでるところ、そして活動場所まで今回行けるということで、すごい貴重っすね。だって他の情報が一切出てこないの、ネットで調べても、うん、年齢も分かんない、住んでる場所も分かんない。だから今回ちょっと住んでる場所見せさせてもらってます。どこまで撮影 OK か分かんないんですけど、とりあえず本邦初公開になると思います。行けるところまで行こう。本当にそうですね、僕らも行けるところまで、まあまあそうですね、できる限り質問して無理な場所はカットしてもらって、で今回、ね、もうきっかけがモッチー先生から僕 DM が来まして、はい、ワンピースの考察の生放送をすると、そこに出てもらえませんかっていうのでコラボ依頼が来たんですよ、はい、でもう僕は全然 OK ですと、こっちも撮りたいんですけど大丈夫ですかって言ったら、全然大丈夫ですよってことで、僕無理だと思ったんですよ。いや確かに最初は東京来てもらうみたいな話だったんですけど、はいはい、できればモッチー先生のいる場所に行きたい、働いてる場所が見たいってことで、それ OK が出まして、これ相当なレア映像、大レアだよ。こんなことないですからね。でしかもそもそも普通のそのワンピース以外の話をしてるもんですよ、あんまり見たことない。あなるほどね。何を食べるのかプライベート、うん、マジで分かんない、分かんない。あの本当にいつもね、ドレッドヘアでサングラスかけて、うん、本当にもう顔も分かんないですよ、うん、いやもうそうだね。身長もどれぐらいか分からん、分かんない。マジで謎の人なんですよ。確かに。そうで声もめちゃくちゃ渋いんですよ。確かに、うん、で声の渋さ異常なんだよ、うん、異常に渋いです。だから俺とか予想だと元 DJ とかさ、うん、かそういうのじゃないとおかしいぐらいの低さなんですよ、うん、普通の職業ではありえない。確かに本当に謎に包まれた、うん、モッチー先生の今回は素顔を秘密に迫っていけたらなと思ってます。いやもうちょっとワクワクが止まらない。これ相当ワクワクしますよ。いやこれかなり謎ですからね。まあまあまあ、これ多分めっちゃ気になる人多いと思うし、めちゃくちゃもう本当にレア映像、しかも知らない人にこう凄さを伝えるとすると、僕あのメンバーでカルビって言うじゃないですか、はい、それと俺モッチー先生言うまでワンピースそんなハマってなかったんですよ、はい、でしかもそんなみたいな感じなんですけど、はい、見始めてからワンピースまた見始めましたからね。それもモッチー先生きっかけで、きっかけで考察がすごすぎて、考察が面白すぎて追いかけるようになったんですよ、ワンピースを。だから実際本当にモッチー先生の考察めちゃくちゃ見やすくて面白い。確かにそうですよね。なんかワクワクさせられる。そうですそうです。だから本当にアチーでございます。アチーでございます。うん、本当にね、持ち手で口癖なんですけど、あちいでございますって言うんですよ。毎回言うんですよ。毎回言います。うん、あとあの、僕が絶対今日聞きたいのは、はい、NEXT っていう。はいはいはい。ワンピース大好き、モチーネクス。まあ、声めちゃくちゃいいんですよ。いやあの生ネクストどうしても来て、今日は。うん、あれ、撮ってる、見たいな、あれ撮ったとこ。あれ、見たいな。目の前で見たいっすよね、あれ撮ってるとこね。あの、あれ、ライブ配信で、どこで撮ってるかとかもさ。でも、謎なんですよ。で、あんだけの、この考察の情報、どうまとめてんのか。いや、確かに。あと、どれぐらいワンピース読み込んでるのか。それ気になります。マジで、こんなとこ誰が気づくってとこまで知ってるんですよ。確かに。おかしいんですよ、本当に。深掘りの仕方がね。そう。ありえないレベルでワンピースのことを知ってるんですよ、うん、でさらにそう予測して、で俺気になるのがこの考察者でどれが稼いでるのか。単純にこう YouTuber っていうジャンルのさらに先の考察者っていう職業なんですよ。確かに確かに。職業も本当は違うことやってるのかもしれないけど、そこら辺も謎なんですよ、まあ、マジで分からないこと多すぎる。そんなモッチー先生を今日は真ん中にしていこうとワクワクしております、はい、ではちょっとモッチー先生とのね待ち合わせ場所まで伺いたいと思います。まあそんなに綺麗だと思う。ちょっとなんか外国人の雰囲気出てましたね。確かに確かに。ここでね深掘りしようとちょっとね。まあね、ちょっと落ち着いてね、うん、聞きたいことしかないって。そうそうそうこっちは。そうそうそう。聞きたい。いや本当ですか。いや俺でもライブやってるから、はい、ライブやってない時は謎に包まれたと思うんですけど。はいはいはい。結構。まあ結構喋ってますもんね。結構喋ってますし。女好きだっていうこととかも。いやえ？モッチー先生。え？これ最高じゃないですか。それあちいな。あちいな。あちでございますね。あちいです。あちいです。いや嬉しい。ゴールだもん俺。ゴール。ということで改めましてモッチー先生です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ああ来た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 、これ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 。これこれ来たこれ来た。じゃあこのフードね。いや
確かに。またやっぱこういうこと思ってますよ女性はみたいなのを、なるほどなるほど、やったやってて、でそれの男バージョンみたいなのをこう行けたら行きたいなみたいなので、女性に向けてみたいな、女性に向けてで男性はあ分かる分かるあるあるっていう感じ、なるほど、でも鳴かず飛ばずで全然ダメで、YouTube 自体はいつから始めたんですか、その YouTube 自体がその2年前です、2年前にそのエロ系やってみようとしたけど無理だって、2年半ぐらい前です、はい、で半年ぐらいとか3ヶ月4ヶ月やって、はい、で時事ネタもちょっと俺、そんな過去あるんや、そうなんです、そうなんすね、でワンピースをそこから始めた、2年前ぐらいからワンピースを、でもなんかほんまにそのエロ漫画家がいきなり少年誌で売れるみたいな、そうなんそんな感じですよね、そんなことありますもんね、あるんすね、逆に滑ってよかったっすよね、あそう今思えば、今思えばそうかもしれないです、でも俺も確かにそのイメージあって、なんかこう、うん、本当に黒船のように人気になったイメージ、うん、確かになんか最初いなかったけど、はい、いつの間にか考察会の中でなんかこう突出して人気になってて、 YouTuber などでも急に人気になりだして、確かになんかこう話題になりだして、うん、TikTok 上でも出始めて、うん、いつの間にかこう登録者めちゃくちゃ増えてたっていう、はいはいはい、なんかありがたいこと、それも自分の中で計算通りなんです、それともこんなこと、いやいや全然計算通りじゃないです、はい、あもうやりたいからやってたらみたいな、やりたいからやってたらっていう感じです、でも天才タイプです、天才タイプすごいわ、そしたら僕ちょっと聞きたいのが、はい、そもそも YouTuber 見てたのかっていうのと、はい、あとやっぱ明らかにちょっとラバーさんとフォルムが似てるんでラバーさん好きなのかっていう、ラバーさんオマージュなのかっていう話なんですよね、ラバーさんオマージュ、 YouTuber まず、はい、ほとんどあんま見てなかったんですよ、ね、あそうなんですか、あんま見てなくて、でまあ、友達みたいなのが、まあ、YouTube である程度成功してる人がいて、で、そうなんですね、まあ、これちょっともう、はい、言えないんですけど、で、その人がお前も やれって言ってくれてっていう、言えない人なんですか、結構有名な方、いやいやそうなん、有名だけど、まあ、言えない世間で言えない、チョイキ太郎さんとかそういう可能性があるんですよねその可能性はあるよね、アドバイス受けてやって、はい、そうなんです、このワンピースに行こうと思った理由は何なの、単純にワンピースが好きやったんですか、もうそうそう、まず好きなものじゃないと長続きしないっていう、こうアドバイスがあった、だからエロか、まあ、一番がエロだったんで、好きなのワンピース超えてたんですね、一番エロなんですね、そうなんです、エロが始めて、はい、でまあワンピースも大好きだから、で考察っていうのはもう俺なんか考察が YouTube で始まる前からずっとあったじゃないですか、はい、ワンピースって、なんかいわゆるコンビニに本置いてあって、はい、ありました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 、あんなんずっと俺見て、でも自分がさも思いついたかのように友達に話すみたいなのはずっとやってて、はいはい、で YouTube 上に、まあ、考察者、まあ、これちょっとあんま角が立つからなんか、はいはい、YouTube 上にそこまでガチなこう考察ってなんかないなと思ったから、あそれはもうじゃあジョンさんのことですよね、あの考察本を見てワクワクしたあのワクワクは YouTube 上では味わえないなと思ったから、なるほど、それで自分が作ろうと、そうですね、でもあの編集スタイル、はい、あれどうやってあれ生まれたのかっていう、確かに確かに、あのネクストとかね、はいはいはい、ネクストちょっとあれどうやって生まれたの、なんでもうご存知いただけてることだけでもうあれですわ、いやあれは最初まずワンピースのチャンネルを、はい、考察チャンネル始まるって時に、はい、キッズだろうと思ってたんですよ、あーあ見てる、はいはいはい、いわゆる視聴者ってキッズが多くなるんだろうなっていう、はいはい、今で言うとあのキッズほとんど俺のチャンネルっていないんですけど、はいはいはい、でそれで初めて作った編集俺やったこともなくて、はいはいはい、で初めて作ったのがあのジングルとかっていう、なんかそんな感じで、じゃあ元はキッズ受けを狙ってってこと、キッズ受けでなんかダサいみたいな、あなるほどね、だから正規さんの CU ネクストからあーあそうか、正規さんの CU ネクストが取ったってことか、それにしては低すぎないあのネクストあれ俺らもちょっとオープニング出たんですけど、一回、はい、生ネクストだけ、あ確かに確かにだから全員そこの4校は神の悪魔の目を食ってる、なるほど、コードが出てるんですよ、要はルフィが2巻でしょ、2巻でしょ、すごい、ね、だからバギーとティーチとシャンクス、えバギーはワンチャンなんじゃないか、でも横に親方持ってるのこれは謎だなってなってるんですよ、うん、だからこの親方が何なのかっていうことだったり、いやもうただのガチじゃないですか俺の出る幕ないじゃないですか何なんすかその25巻の表紙がこの4校になるんじゃないかっていうのも結構言われてたじゃないですか、はい、あれ最初に気づく人ってヤバくない、ヤバいです、いつ頃からなんですかあれ、結構17年前ぐらいなんですよね、25巻の表紙があった、すごいよな、今103巻とかあったんで、もう75巻前にはもう4校決めてた可能性あるっていう、うわすごい、まあ、ちょっとここから深掘りする、そこを深掘りするとしたら深掘りした深掘りしたよ、来た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 
いですね。ディグル25巻の表紙が今の4校新しく決まった4校になってるっていうことが今騒がれてるんですけど、はいはい、俺が考えたのはこの25巻にじゃあ何が描かれてたかっていう、はい、そこっすよね。ヒントがあるとこです。ここにヒント、小田先生ここで完結しないでこの中をこう調べていくのが楽しくて、でここってめちゃめちゃ重要なストーリーがいろいろあるんですよ、はいはい、まあ、白ひげ初登場したとか、シャンクスが白ひげの船に行くところとか、はいはい、五老星初登場、はい、でドクラリンゴとクマ初登場、黒ひげが1億の首を狙って、どうみたいな、はいはいはい、ついに動き出すみたいなのが25巻なんで、今それを出してるってことはこの後の最終章のストーリーが25巻のストーリーのスケールアップみたいな形になるんじゃないかっていうと、この25巻に意味深な、この後して空島行く前に雲によって昼間だったのに夜になるっていう描写があるんですよ、はいはいはい、でこれでじゃあスケールアップするとどうなるんだって言ったら、やっぱ黒ひげが世界を全部闇に包むんじゃないかとか、なんかそっちに行くんじゃないかみたいな、かけさせたってことで、そうですね、なるほど、そういうのを考えていくと、25巻もう一回読み直すとやっぱめちゃめちゃ楽しかった、ね、その闇をまたルビーが晴らすみたいな、晴らす太陽の神、冷静に表紙にまでヒント残してるってやばい、やばいですよ、表紙から何から、あのだって1話ごとの表紙もあるじゃないですか、扉へ、あそこにまでヒントあるじゃないですか、めちゃめちゃある、めちゃめちゃある、それが怖いですよね、怖いです、怖い、小田先生すごいですよ、どうなってんのか、いや確かに、しかもそれをだから最初からもうほぼほぼそうなんですよね、ある程度進みちゃ考えてるってことじゃないですか、うん、それどういう、あとパターンとしてもう少し冷静に考えると、はい、小田先生が種一応まいといて、例えば種としてそういう扉を意味深に書いといて、うん、これを後から回収するみたいな、回収しないかもしれないし、するかもしれないみたいなので、なるほど、こう描いてるパターンもあるし、あでもまあ25巻のは絶対こう考えた上でのことだと思います、すごいよなマジで、いやもうめちゃめちゃすごい、もちろんやなマジで、でもそれをまだ怖いのがワンピースのライト層の人もいるわけじゃないですか、はいはいはい、それを知らないって人はもったいないですよね、まあ、もしもただ普通にワンピース楽しんでるだけの人だったら、ね、もっと楽しめますもんね、もっと楽しめます、それをモチセさん広めてるのがやっぱすごいな、そうなんです、この動画でも多分結構いると思うんだよね、ワンピース見たことあるけど、そこまでのストーリー、片目だけ、片目だけない説、うん、はい、片目だけない説ある、あのドクロマークのこっちバッテラの知ってます、あえそれとフラミンゴの海賊の、しょうがない、ドグラミングの海賊機、てかその基本的にワンピースって片目がない、その片方バッテンの海賊機みたいなのが結構出てくる、マーク出てくるんですよ、それが最終的にこう関係してるんじゃないかって説あるんですよ、目を生贄に捧げてっていうのあるんですよね、めちゃめちゃ見てくれてる、それで言ったらじゃあ例えばゾロとかもゾロか、そうそうそう、まあいろいろあるんですよ、あそうシャンクスもか、そうなんです、左目に傷とかっていうのがまあいろいろ多いんですよね、多くて、でルフィも言ったら物語の最初にこうやって、はいはい、まあ、目じゃないんですけど、はいはいはい、目の下なんですけど、はいはい、こうやってるみたいなんで、確かに傷ついてるわ、ワンピースって北欧神話オマージュって結構あるんですよ、はいはいはい、北欧神話のロキとかっていうのが出てきてたり、はいはい、オーズとかっていうのが出てきてたり、はいはい、で北欧神話の中でオマージュされてないのがミーミルの泉っていう、泉なんですけど、これがこう神のオーディンが左目が右目の片目をこうその泉に捧げることによって予知能力を手に入れるみたいな、こんなん絶対に小田先生好きそう、確かに確かにめちゃ好きですね、でまあ、マリージョアの国宝みたいなのがあるんですけど、はいはいはい、それがだからそのミーミルの泉オマージュなんじゃないかなみたいな考察をさせていただいてっていう、じゃあその能力のキャラがもしかして出てくるかもしれないっていう、そうそう、左で眼帯の海賊が最終出てくると言われてるんですね、その眼帯の海賊とそのミーミルの泉と、はいはいはい、でまあドクラミンゴはサングラスの下どうなってるんだ、うん、最後まで分かんなかったですもんね、結局ね、そうなんですね、倒されたのに一回外れたんですけど、そうなんですよね、わかんねえのかいみたいなのがあったんで、なるほど、どうなんだ、眼帯の海賊誰なんだっていうのが、まあ、最近ね、五老星が叩かれてるんですよね、うん、ああそうそう、無能星、無能星五老星無能星確かにこれさえあれヤフーニュースで書かれてたから、あ、そうだ、そうです、あのヤフーで見たら五老星が無能すぎてバカほど叩かれてるし、なんか最初に出た時ってもっとかっこいい人たちなのかなって俺ちょっと思ったけど、聞きながらかっこいいのかと思ったら、うん、最近の失態たるやん、うん、いや確かに俺も思ったんですよ、だってあのルフィが暴れ回ってるの何度も見てきたわけじゃないですか、あいつがゴムゴムの実食べてるって分かってたわけじゃないですか、はいはいはい、でゴムゴムの実は2巻2巻の実だって五老星してたわけじゃないですか、はいはい、めっちゃ放置しとるやん、うん、めちゃくちゃ放置するやん、うん、ほぼ白だ最初に確かにあかんって言ってたもん、ね、五老星フォローするとすると800年間誰も覚醒させてなかった、まだ覚醒させないだろう、まあ、大丈夫だろうっていうのは五老星油断ね、油断だろう運転、それでこんなだろう運転、だろう運転しすぎてて大丈夫だろう、今現れないだろう、そうだね、かもしれない、かもしれない、覚醒するかもしれないで言ったら、うん、で
もしかしたら防げてたかもしれない。ダロー運転だな、完全ゴローセ。ゴローセダロー運転。実際これ皆さんがゴローセって強いのかっていう。まあ確かに。これもちょっとこう、考察会では結構あるじゃないですか。実際。あの、こいつ強いでしょ、絶対。こいつ強いね、こいつ。俺、あの、ガチみたいなやつ強そう。ガチのやつ。あの、剣持ってる。あいつがだからね、鬼鉄の持ってるとか言うやつ。めちゃめちゃ知ってんすね、もう本当に。そうそう。初代ですか？そうっすね。3代鬼鉄、2代鬼鉄まで出てて、初代鬼鉄が出てなくて、で、この鐔の形とか、鞘の形とかっていうのが、あいつ、あの、ゴロスが持ってるやつ。だから、あいつはめちゃくちゃ強いんじゃないかって言われとって、でも、他のやつ結構ね、強そうじゃないじゃないですか。そうじゃない。ワンチャンでももう全員強くない説も出てきてるよね、もうね。期待はできないじゃない、もう正直ね。だってもう強いやつってあんな感じ、赤犬とかあんな感じなんないじゃないですか。天安はなんないじゃないですか、正直。なんかちょっとなんかそのもう焦ってる時点でダサいじゃないですか、正直。なんか強いとちょっと冷め、なんかあのブレーンでやってほしいですよね。そうそうそう、確かに。弱いけどみたいな。で、あのこいつだけはまあ強くていいです。世界戦側最強は結局誰なのかっていう。海軍も含めて、やっぱ結局は赤犬になるんですかね。赤犬になるんすけど、赤犬強いですもんね。実は一コマ出てるそのコングってやつなんですよ。全軍総帥、はいはいはい、海軍も聞いてるのがコング。連水とかの上にいるやつ。コングめっちゃいいやつそうな顔してますよね。そうですね、なんかこんなんで、こんなやつなんで、まあ強そうではある。何も分かってないですけどね、ヒントも何も出てないんで。最近緑牛出てきましたし、緑牛は出てきてめちゃめちゃキングとかやられてましたけどね。あれな感じやられるんだね。あんな簡単にそうなんですね。あれすごいことっすよね。自然系能力っぽいですよね。なんかあれもかなりこう憶測読んでますね。あれはだからその飯食わないのは光合成してるからみたいな説ありますよね。そうなんですよね。そうですよね。3年間飯食わないかったみたいな、断食してたみたいなのがあったんですけど、やっぱり植物系だったからみたいな。あの10年前とかだもんな、多分5年前とか。でもその時からもう植物系じゃないかってみんな言ってましたね。言われてたね。緑やからよ。しかもこの桃太郎の、まあ言ったらキジ、犬、猿で、鬼側に虎と牛がいるんですよね。なんか方位的にはなんかみたいな感じだっけ。そう、だから藤虎と緑牛ももう初めて予想されとったみたいな。桃太郎のオマージュで。いや、ヒカルさん、あの考察やんないでください。あの俺脅かされちゃった。モッチー先生とか見ながら勉強してるんですよ。だから僕異常に人の言った話盗むうまいですよ。あとしかも記憶力もマジやばいです。超一定の記憶力持ってるんで、一回聞いたら大体忘れないんですよ。あとやっぱヒカルがすごいのは、やっぱ話聞いてる時にこううなずくじゃないですか、普通。へえとかじゃなくて、へえ、なんか知らない話でも、うん、そうだよねみたいな。みたいなやるのすごい得意。あくまの実だ、あくまの実だよ。みんなビビるじゃん、はい、そうなんすねじゃあ。多分知ってるかもしれないそれねみたいな。その引き出ししてきたからでも結構モッチー先生の動画ほぼ全部見たから。マジっすか。でも本当にヒカルは好きっすよ、めっちゃ。いやありがとう。俺ももちろん好きですけどね、うん、俺も好きですけど、やっぱヒカルすごい。だから一時期ハマりすぎてラホさんとの撮影中ずっと見とったもんな。ラオさんもめっちゃ好きなんですよ。ラオさん企画で、ラオさんが、ヒカルさん知ってますモッチ先生みたいな、分かんないですみたいな、もう今やばいっすよみたいな、見た方がいいっすみたいな、確かに確かに。感じで言われて、最初は、いや、見ないっす、見ないっすって言ってたけど、ラオさんがずーっとなんか、エクスかけとこう。俺、車で横乗りながら、なんやこれみたいな、音、耳残ろうとするなみたいな。で、一個見てみようかと思ったら、もう止まらんなったっていう、そう、見てない人はぜひ見てほしい。まあもちろん、ワンピースネタバレが含まれてるから、それは了承のもとですけどね、見てほしいなと思いますけど。本編追わないけど、モッチー先生だけ追ってましたからね。ああ、それはそういう、あれですよね。そのコメント結構届きますね。ワンピース見たことないけど、見ちゃうみたいな。そうそうそう、だからもう、モッチー先生のコンテンツだけで面白いですよ。知らなくても。だからもう、終わってもモッチー先生でワンピースの続きを考察していった人、ずっとね。ずっとね。確かに確かに。この後こうなって、こうなって、こうなってみたいな。確かに。それありだよね、全然ね。もう、こう、もしも小田先生が続けるとしたら、こうなるはずみたいなね。俺思ったのが、ワンピースってこう最終章なわけじゃないですか、もう、うん、謎多すぎません、まだまだまだ回収されてない伏線が多すぎて、めちゃめちゃあるんですよ。やっぱ気になるキャラで言ったら、やっぱクザ、あいつの目的とか、はいはい、今何してんのっていう、はい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 、難しいんだよな、そガチ考察案件だな、それそれって考察できるの情報あるんですよ、クザに対して。そうっす、クザだって黒いゲットだって、はいはいはい、ね、なんかみたいなあったじゃないですか。で普通にもう簡単に考えればこうスパイしてんじゃないかとか、うん、そのなんか安易に考えちゃうんですけど、実際クザ
狙い何なのか、あと釜山とこの杯の戦いあったでしょ、うん、あそこで足失ってたでしょ、はいはいはい、何があったのかっていうのも結構考察されてた当時、まあ、でこういう時に情報は少ないじゃないですか、はい、でなんか小田先生のまあ癖とかっていうのをこう考えていったり、うん、あとは釜山の性格性質とかっていうのを考えていくと、例えば杯と戦ってなんで戦ったかっていうのとかを考えていく、で杯の絶対的正義がとにかく釜山は気に入らなかった、で誰が大将でもいいけど杯が元帥になるのを強く反発したって言って戦ったじゃないですか、ということは杯のこの今もう絶対的な杯体制になってるわけですけど、これを気に食わないと思ってる、これが危険だと思ってるからこそそのための行動を釜山はするはず、で言ったらこれをわかんないですよ、これ予想なんですけど、簡単に言えばこの杯が支配してるこの体制を滅ぼすために黒ひげに加担してると、うん、あれっすね、だってサウロと仲良かったじゃないですか、サウロと、でサウロが海軍やったじゃないですか、でもちょっと理不尽な最後だったじゃないですか、あれが絶対残ってますよね、まあ、確かに残ってるし、で あの過去編でも杯、一般市民乗ってる船攻撃しての杯だったんで、うん、その辺から結構伏線を張られてるのが対立する伏線というかって考えると、まあ、杯を滅ぼすために黒ひげに一時加担してて、滅ぼし終わったら今度は黒ひげもあのコントロールしたり、うん、なんかそういう感じのところでこうやってんのかなみたいな、絶対そこでなんか、まあ、敵にはならなそうですもんね、杯のその釜山の性格的に、確かに確かに、はい、悪者ではない、うん、そうなんですね、いい人なんですけど、あとはまあ革命軍とのなんかつながりみたいなのがちょっと見えたりすれば、確かに情報がもう一個欲しい、で どこの組織として動いてるのか、はいはい、騒動なのか、はいはい、革命軍なのか、それとも単独なのかみたいなのがもう一個情報が欲しいぐらいの、確かに、はい、なんかそんな感じですか、面白、はい、僕やっぱそれで言うと、はい、僕コビー好きなんですよ、めちゃめちゃコビー大好きなんですけど、はい、なんか僕が昔誰かの考察家で見たのが、はい、なんか黒ひげの元になってる海賊いるじゃないですか、エドワード・ティッチ、エドワード・ティッチ、あの人が実在した人が最後に死んだのが、もう名もない海兵にやられたみたいな、はい、死に方なんですよ、でそこで見たのが、最後コビーにやられるんじゃねえかみたいなのがなんか見たことあるんですよ、見たことあるというか、なんかそれ見たことあって、それがどうなのか、コビーがこう今後どうやって活躍するのかっていう、実際僕進撃の巨人で最後に敵倒したのアルミンじゃないですか、はい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 、あるじゃないですか、はいはいはい、あの感じでコビーって、いやあるよね、いや俺あんまちょっとその構図があんま分かんない、はい、あったね、いや初めて聞いたぞ、で多分考察というか、多分俺が勝手になんか見て多分そうなんじゃないかみたいなので、あとそのコメントもあったのかな、分かんないです、最後の主軸が一応あるじゃないですか、はいはい、ルフィの物語、はいはいはい、一応黒ひげ対ルフィみたいなので描かれると思うんですけど、はいはいはい、やっぱコビーが活躍する可能性もあるっちゃあるから、いやもうやっぱコビーは、まあ、その大将になりますもんね、絶対、大将にはなるんで、なるでしょうね、あの流れ大将には絶対なる、最後にはなるんですけど、はいはい、杯大将が消えた後コビーが来そうな気しますよね、そうですね、そう僕はコビーファンとしてコビーの活躍もすごい気になるんですよね、だからそこの、なんていうんですかね、ルフィ以外の人たちの夢も多分叶えてくれるのが小田先生だと思うんですけど、俺なんかそれで思ったのがさっき聞いて、うん、これも考察になっちゃうんですけど、うん、はい、なんか小田先生ってすごいこう社会風刺とかめっちゃ、うん、ちゃんとやるじゃないですか、さっき最近でもこのヤマトが男湯にいたんですよ、で女湯に大きくいたんですよね、はい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 、でそのジェンダーレスに対しての問題をその一コマで表してるみたいな、はいはいはい、で結構こうだけどドラッグの話とか出てきたりするんですよ、意外と、はいはいはい、ドレスローザの奴隷の話とか、はいはいはい、で結構こう社会で問題になってるようなことを細かく挟んでいくみたいな、なんか小田先生はそれに関してはなんか社会的なあの意図は入れないっていうふうには一応言ってるんですけど、まあ、どういうなのか分かんないですけど、でもなんかこう考えさせられることがあるじゃないですか、で最後で最後に結局ルフィって海賊じゃないですか、はいはいはい、まあ、悪いじゃないですか、海賊冷静に考えたら、だからコビーが最後ミスターサタンのように全部を収めてドラゴンボール目指すじゃないですか、まあ確かに、で悟空が救うわけですけど、ミスターサタンが救ったことになるじゃないですか、はい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 、でコビーが救ってで海軍でめでたしめでたしで可能性ありますよ、ありそうだね、ありそうっすよ、白ひげ海賊が手を出してどうなのか知ってるよみたいな感じで、セリフがめっちゃ好きですよね、それで言ったら俺白ひげで好きなのはエースをとりあえずこう助けて一回こう助けるじゃないですか、はいはい、エースが白ひげのところに来た時にこうやって土下座エースがする、で言葉いらねえぞエース、一つだけ聞かせろ、俺が親父でよかったっていう、俺も泣いちゃうんだよな、あれもう話してて泣いちゃうんだよな、めっちゃ良くないですか、ちょっといやめっちゃいいっすよね、ちょっとうざい、あのいやそんなこと別に、うん、いやもうもちろんだしかねえんだよな、もちろんだしかねえんだけど、わざわざ聞いてくるあの親父もちょっとうざい感じ、俺が親父良かっただろみたいなのを言ってくるのがもう熱いわ、もう熱いわ、ありがとうマジで
ジで、マジで頂上戦争はマジでやばい、あれは、あれはエグすぎる、超えてほしいんですけど、小田選手はだから最終回が一番面白くなるってもう断言してるってことは、まあ超えてくるんだろうな、頂上戦争は。一番最後の前に多分ルフィの同盟軍全員がなんか事件を起こすって予告されてるじゃないですか。知ってるわ、カルさんは。それはもう来そうっすよ、そろそろね。そうっすね。集まって、だから世界政府とか。あのドフラミンゴのドレスローが終わった後に、杯交わすんですよね、はいはいはい、全員で。この一味がこれから成長を遂げ、はい、世界を揺るがす一大事件を起こすのは、まだ先の話というか、はい、そんな感じの予言ナレーションみたいなのがあったんですけどね、まあ、それがだから回収されるのがそろそろかもしれない。それはもう、あ、もうそろそろ。最終章だからそろそろ回収しないと。はい、いや、それがどう。どうなるのか、もうでも全部繋がってき始めてますから、はいはいはい、でもあともう強いのが頂上戦争終わったぐらいだったらもういろいろ組織が強いやつがいっぱいいたんですけど、はい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 、もう限られ数えるぐらいしかいないから、確かに確かに、うん、もう今だって超強いでシャンクスとか、そうですね、シャンドラゴン、そうですね、シャンクス革命軍、うん、で黒ひげバギーで麦わらの一味、あと海軍世界政府みたいな、もう7個8個ぐらいしかいなくて、これがあとどうこう展開していくのか、誰が誰に加担し、ね、誰が誰を裏切るのかみたいな。ミホーク出てこない、ミホークも出てこない、ミホークもでもメガイム様と一緒じゃないですか、はい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 、そうですね、ズニーシャと、はい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 、ミホークは初期から出てきて一番最初に出てきて、いまだにこうあんまり謎が多いじゃないですか、確かに多くは一部会の中でも一線隠してるイメージ、確かに完全に正直、逆にでもなんで大岡渋海だったんだろうって思うから、確かに強さランキングで大岡渋海ナンバーワンなんですかね、ミホークが、ミホークはまあ1位じゃないですか、世界一の剣豪ですもんね、まあ、確かに絶対。あとこの前ライブやったりした時にちょっと盛り上がったのが、はい、例えば白ひげを100とした場合、はい、他のキャラクターが強さ何歩なんだみたいな話がちょっと盛り上がった、だいぶ で,、はい、で言ったらミホーク何本なんだみたいな、頂上戦争の時の白ひげが100だとして、でも正直でもミホークの方が強そうっすよね、え、うん、白ひげよりだってなんか強くなかったらな、こっから先ミホークに期待値ちょっと弱らっちゃうと、白ひげだいぶ弱ってんじゃないですか、あ、なるほど、実際衰えた白ひげは、衰えた白ひげはもうミホークの上であってほしいなって思っちゃいますね、もうじゃないと今後、じゃないと今後ミホークが、確かに、だってゾロキング倒してるんですよ、まあ、確かに、でそのキングを余裕で倒して60って、まあ、弱ってるとはいえ、まあ、あれ一瞬でしょ、納得できてないんだよ、でその、まあ、ゾロとミホーク今ぶつかったら絶対ミホーク勝つじゃないですか、って考えたらキングを赤子のように倒せるわけですよ、ミホークは、確かに確かに、そうだねって考えれば、じゃあ105ぐらいですか、いや105ぐらいはあってほしいけどな、もう願望的に、まあ、でもビッグマムと確かに差しで戦ってミホーク勝つイメージないもんな、あ、そうなんですよね、うん、で言ったら95、そうか、そう考えるとその今赤子のように倒した緑牛もでもじゃあビッグマム勝てるのかとかってなった時に、あ、ビッグマムってちょい強すぎません、強い、あいつバケモンでしょ、確かに、あいつ強すぎた、あいつも子供の頃のバケモンじゃない、確かに、しかもあいつってなんかこう能力がどうとかじゃなくて、もともとぶん殴って強いじゃん、あれチートですよ、あれって普通の種族なんですか、あの人間なんですか、いや巨人じゃないですか、巨人ではないですよ、でかい人間なんですか、巨人族のただただぶん殴っていくんだよ、ただのパワーすごいっすよね、もう謎しかないっすよね、でも倒したんですけどね、キッドとロー、まあ確かに、でもあの子もなんかそのビッグマムが人を食べたんじゃないかっていうのを言われてて、それで悪魔の目手に入れたって言われてますよね、はい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 、そう、その人食べてってこと、そう、その前任者というかマザーカルメルっていう悪いおばあちゃんがいて、そいつがそろそろの実の能力者、そうなんですよ、でなんかまあ食べたか食べてないかって、まあまあ、あの明言はされてないんですけど、はいはいはい、だから夢中になって全部食べちゃったってケーキを食べている時にもう周りが全部いなくなっちゃった、はいはいはい、だからマザーカルメル食べてるんじゃないかみたいな、それってもう人間じゃないそうですね、こういう世界観、その後にそろそろ飲みを使えるようになる、でも食ってる、でもそもそも悪魔の実の人を食べたら悪魔に宿るのかっていう問題にもなってますよね、だから悪魔の実のメカニズムを考察会もみんな解明しておく、結構あるんですよね、それね、はい、あのスマイリーのとことか、スマイリーのとことか、だから多分だいぶ重要なヒントにはなってるんですね、なるほど、食べても移るのかとか、なるほどなるほど、そろそろベガバンク出てきそうですよね、まあ、ベガバンク、確かにそれもさ、まだ出てきてないんだもんね、あいつってもうめっちゃ昔から出てきてたんですよ、名前が、名前だけは出てたんですよね、でもあいつの技術やばないですか、冷静に、やばいんですよ、パシフィスタ何台作るんだったら、しかもめっちゃ強いし、パシフィスタ、確かに、で多分最終章で多分結構早めにこう回収されるというか、はい、出てくると思うのが多分あの SSG というか、はい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 、SSG っていうのが、はい、要するに七部会と四皇と、海軍っていうのが三大勢力で均衡が保たれてたっていう状態なんですけど、 SSG の海軍が作ったから七部会いらねえわって、あ、なるほど、
ことなんで、七武海クラスのまあなんか兵器とか、まあ、それ武器なのか、なんかそれこそパシフィスタのもっと進化版なのかみたいなのの考察が何の略なんだとか、なるほど、そうなんですよね、なんか進められてるんですけど、まあ、それ出てきそうですよね、すぐに。いやでもあの七武海をこう海軍が追い詰めたわけじゃないですか、でそこで終わってるじゃないですか、領主的には、はい、でもこう緑牛がこう慌ててきた時に海軍が大変なことになってるっていうのは、うん、七武海側が勝ったんじゃないかっていう見方もありますよね。なるほどなるほど、まあ、だってバギーが、そう、それバギーが4個あったんで、バギーがなんか七武海まとめ上げたか分かんないですけど、海軍に一撃与えたのかっていう、それで4個やったんじゃないかって言われてますよね。なんかそうだな、七武海でも倒せるはずないですもんね、だから冷静に考えたら。バギーは多分口はうまいんで、はい、多分あの不本意だとは思うんですけど、はい、4個になろうとしてなるやつじゃないと思うんで、はいはいはい、なんか気づいたなっちったよみたいなことだと思うんですけどね、はい、これで言ったらだからミホークとかをなんか例えば話があるんだっつって、はい、ミホークとかに一時テイクマネーかみたいなのも仕掛けて、まあ、ワンチャンあるんかもな、なるほど、はい、まとめ上げてる大口をまとめ上げちゃってるっていう悪い話じゃねえだろっていうのをミホークはもう見透かしてるんですけど、バギーの魂胆は、でもまあ悪くはねえわっつって一緒にいるとかっていうのはありえるかもしれないし、そのミホークばっかりですけど、ミホークの目的って何なんですかね。いやわかんねえんだよな、ミホークってやっぱ強いじゃないですか、はいはい、でもなんか放浪してるじゃないですか、うん、でまあ、世界一強いっていうのは剣豪ってわかるんですけど、その人の目的ってなんかあるんですか。わかんないです、謎っすよね。だいぶガチ考察案件ですね、それは。これ嬉しいね、これ嬉しいわ。あの難しい質問来たらこれで逃げるんで、本当にね、そう思ったらあの王直とか銀プでしたっけ、もう謎めっちゃ多くないですか、あの辺。何だっけ。そうですね、あのロックス海賊団に元いた強いって言われてる名前、はい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 、あとロックスも、はいはい、本当に死んだのかっていう、でも、そうなの、だってそこまだ明言されてないですよね、明言されてない、本当に死んだのかっていうのが分からない、ロックス分かんない、あとなんかロックスの息子説みたいなのあるじゃないですか、いろいろありますからね。ミホークの目的、まあ、さっきガチ考察案件だって言ってますけど、はいはいはい、これ一人のすごい考察者がいるんですけど、はい、でそれオディンさんっていう考察者さんがいて、あ、これちょっとあの人の考察なんであんまり自分が自慢で言うとあれなんですけど、はい、その人がそのミホークとかドフラミンゴとかがおなじみさんがしててみたいな、そういう話、あれですよね、あるんですよね、あのヒーフーミーですよね、そのドレミか、ドレミア、同じおなじみさんがしてて、まあ、詳しくは見てもらいたいんですけど、オディンさんの考察を、おなじみさんがしてるし、要するに ミホークってドレミのミと鳥じゃないですか、音階プラス鳥じゃないですか、でドフラミンゴってドプラス、おドフラミンゴ、レープラス鳥の誰か、ファープラス鳥の誰かみたいな考察をオディンさんが、すごい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 、でそれがあれですよね、イム様の直属の部下なんじゃないかっていう、怖い怖い怖い、言われてるんですよね、怖い怖い怖い、直属の部下、ミホークもイム様と同じ目でドラマ目が隠れてる、ちょっと俺が出した考察より一番リアクション、おディンさん、これおディンさんの考察、今日おディンさんはいないですか。考察ってもっといろんな可能性があるんじゃないかと言われますね。いやいや、でもそれ見た、見た、すごい、いろんな考察者さんがいろんなこうワクワクする説出してるんで、ぜひ見ていただきたいというか、それで言ったらちょっと持ち出する兵器なんじゃないかみたいな、要はこう種族間の差をなくす、なるほど、ね、一度世界をフラットにする兵器、なるほどね、でそのラフテルにあって莫大な宝を見てロジャー海賊団たちが笑ってたっていう描写があるじゃないですか。いやでも分かんないですよ、ヒカルさんの言う通り、そういう可能性もあって、あれあそこにワンピースがあるかもまだ分かんないんですけど、ただ笑ってたっていうところをこう回収できた方が考察としては、何もなかったから笑うっていうのが普通ですもんね。あ、確かに確かに、普通はね、でもそれを否定してるわけじゃないですか。そうですね、もう謎っすよ。いや笑ってたって何なんだよみたいな、確か笑ってたって考えると笑ってないといけないんですよ、ズバリ。あのワンピースの正体っていうのを今俺まさにメインチャンネルで、はいはい、今考察しているところで見ましたよ、その、あ、見ました、オリンピックのなんか、あ、そうそうそうね、パロディなんじゃないかみたいな、びっくりしましたけど最初びっくりするんですけど、モッチー先生ってやっぱ見てたらそうかもってやっぱ思っちゃうんですよね。ワンピースの正体を、まあ、もう今俺の中で頭にあって、で、はい、それをメインチャンで出そうと思ってて、今台本作ってるみたいな状況なんで、まあ、これ出る頃には一緒に出したいかと、めちゃめちゃいい振りじゃん最後、最後の最後に、最後のパス渡したい最後の、打ち合わせしたんかってぐらいの、まあ、見たい人はもちろんチャンネルで見てください、気になる、気になる、すごいわ、絶対見ちゃうもん。ノールックで今 お膳立てしてくれたの、今ノールックでパーン、世の中にはネ
タバレ見たくないんだって人いるじゃないですか。そうなんですよね。でもワンピースって そこ分かっても面白い。面白い。逆に分かってからの頃ハマってるんですよ。分かる実際俺もそういうパターンもあるんで、多分知ってからの方が面白いですよね。確かにこれこうなんじゃないかって思えるっていう、確かに、ね、ワンピースが何かっていうのめっちゃ確かに当てたら気持ちいいだろうね、うん、これでも当たるものなんですかね。小田先生がその当たってる考察を変えるとかっていう前例もあるっぽいんで、ただでもワンピースの正体はそんな変えられないじゃないですか。確かに確かにそんな。なんか俺それこそモッチー先生のライブとかで行っててなんかすごい鋭い人がいるじゃないですか。なんかそうなんそうなん。チャット欄にすごい鋭い人がで、それでなんかギャグ漫画説って。ああそうそうそう。あれよくご存知。あれすごいですよね。まあ俺が考えてるものとは違うんですけど、はいはいはい、そのチャット欄で来たのが、うん、アフテルにはギャグ漫画がある、うん、とにかく、で主人公が太陽の神ニカがモデルの主人公のギャグ漫画が、はい、石碑に書かれてるのかわかんないですけど、ギャグ漫画があると。で、ルフィって人々の実モデルニカを、はいはい、食べて全身白くなるじゃないですか。あれってまあ漫画のイメージだと。はいはい、で、天神たちはその漫画の奴隷を解放するために、うん、自分たちの願いを叶えるためにこの漫画に出てる主人公のニカ、はい、この空想上のニカを具現化したのが人々のモデルニカだみたいな、はいはい。笑えるギャグ漫画なんで、ロジャーたちはその世界一笑えるギャグ漫画を見て笑ってたっていう風にすれば、うん、笑ってた理由が一番スムーズにこう、なるほどね、っていう説があるんですね。それをまずその考察するのがすごいじゃないですか。確かに逆漫画だと思わないじゃないですか。白と白そうなんですよね。でも実際その中学校の時に考えたわけじゃないですか、うん、中学生が思うワンピースっていうのが意外にヒントなのかもしれない。もうめちゃめちゃガチ考察人なんか、いやそういう思考なんですよ。そういう思考なんですよ。中学の時の小田先生が一番宝と思ったもの、どこだったか近づいてるよ、近づいてるよ多分。いや本当にこれエロ本エロ本だ。エロ本というのもゼロじゃないですか。ゼロじゃないです。エロ本でロジャーさんたちが笑うわけじゃん。これエロでもエロ本って言ってるとあるとするゼロではないゼロではない。エロ本説もういいわ。ピースエロ本説ちょっと前まではいやそんなねってなるんですけど、最近その人々の実モデルニカを食べたルビーってめちゃめちゃふざけてるんですよ。めちゃギャグ漫画みたいになってるんで、もうエロ本も全然ありになってきてるんだよな最近。ワンピースでうわーなんかなるほど、ね、おもろ。確かにその14歳って考えるとめっちゃおもろいね。その時に大切だったものか。そうですよね。でワンピースもワンピースという服が小田先生が好きやったとかっていうのもそこが完全に最後親父ギャグっていうゼロではないですよ。要はそうそう当時考えたことは確かに。むしろその考察も結構王道目であるっすけどね。あそうなんですね。ワンピースはもうワンピースなんだって一つなぎじゃないですか上と下が。お前俺ちょっとは予想してたんですけど、マジこんなに知ってると思わなかったです。僕もガチだ本当に。確かにただのガチ勢ですわ。確かにめちゃめちゃそんな詳しいと思わなかった。ワンピースに詳しいというか、うん、ワンピースが好きで、うん、さらに考察にも詳しいみたいな、うんうん、そうこっちまで行ってるんで、はい、結構いろいろ本当知ってますよ。めちゃめちゃすごい、はい、すごいな。巨人族のロキいつ出てくるのかなと思いながら、もうちょっとやめてもらっていいですか。あんまりここの畑はちょっとシーマンの畑をあ、でも王直が芍薬っていう説知ってます？いや俺すら知らないですけど、それ俺すら知らないですけど、何それ知らないですか？俺知らないですよ。王直っていうそのロックス海賊団にいた、めっちゃ強いって言われてる名の通った海賊がレイリーと一緒にあの芍薬、シャッキーっす、ね、はい、あ、シャッキー、はい、でシャッキー、昔ガープに追われたみたいな話してるから、はいはい、だからロックス海賊団だった。なるほど、シャッキーがっていう説あるんですよ。ガープに追われるって相当ですからね。そうなんですよ。でも確かにロックス海賊団ってなるともうぴったりだもんね。そうなんぴったりですから。うわ確かに。俺もちょっと勉強しなきゃいけない。やばい やばいやばいやばい。というわけでね、概要欄にモッチー先生のチャンネルを貼っておきます。で、僕モッチー先生のチャンネルのライブ配信で生放送コラボをします。いやーありがたいわ。だから本当に今回みたいな話、もっとこう深い話っていうんですかね。そうですね、最終章とかにフォーカス当てたや話したいですね、はい、の考察とかをちょっと生放送中に僕と相馬さんとモッチー先生で足してもらおうと思ってるんで。いやめちゃめちゃ勉強しないといけない。こんな感じなのよ。えもううん、そこまで確かにめちゃめちゃ詳しかったもんね。でライブだとチャット欄も来るんで、いやいやそんなん知ってるってなるんで、あんまり浅い話しちゃう。いやなんでそんなことなんですか。
じゃもう、もうあと1週間ぐらいしかないですよ。もっとあの勉強していってください。いや、やばい。俺も勉強してるんだよ、常に。まあ確かにね、はい、でも奥が深すぎるし、謎が多すぎるし、改善されないんじゃないかっていう伏線もいっぱいあるじゃないですか。うん、まあ、そうですね、確かに、うん、これをだからどう話していくかだね。あと最終章がもう始まって、その全伏線が回収がもう始まってる。うわ、もうだから1話1話がもう神回なんですよ。1話1話がもう1話1話神回ね。プルトンって名前出てきたよとか、ワノ国にあんのかいとか、確かに、もうどんどん来るんで。あとやっぱ俺エネル出てきてほしいやな。エネルはやっぱりもう絶対来るやん。エネルは絶対来る。もうほぼ確定ですか。エネルを今締めかけてるのに、またエネルの話が一生続く。一生続くよ。雷じゃないですか。エネルは絶対出てきますよ。もう全然あれでもあるんですよ、うん、雷がかなり大事なんじゃないか、あのマキシム。マキシムが実は古代ヘリなんじゃないかっていう説唱えてるんですよ、モチ先生。で、ナミも雷の技使うやん。ああ、確かに。とか、全部と絡んでくるんじゃないですか。全部絡んでくる。そう。じゃあ、そうそう、じゃあ後編いきますか。まあ、こんな感じで、ワンピースの夢は終わらねえと。はい、終わらねえ。はい、一人目は終わらねえということで。はい。ネタバレばっかりだったんですよね。確かに。楽しかったんで、まあ、最初注意書きしとくんで、もう見た人が悪いと。はい。ということで、まあ、楽しまれたら嬉しいなと思います。じゃあ、今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、おじいさん、ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。すごかったもん、これはもう。やっぱでも生で聞く考察、また動画の考察とは違うね。これね、本当に俺らが一番楽しんだ神回。本当ですか。確かに。普通に楽しんじゃったもんね。うん、これ見てる。